まだ終わってないんだ弁当。今ちょっと冷まして、そう今ちょっと冷まして、うん、後で切ってくる。自分でお弁当作ったの？いや、いつも作ってるよ。うん、いつも私基本的には自分でお弁当を作ります。はい、買うことの方が少ないね。買ったり作ってもらって、たまにマミーがね休みだった次の日とかは、うん、なんか作ってくれてたりする。なんかいろいろおかず事前に作ってるから、うん、それを開けてもらったりはあるよ。今日はねチキン南蛮です。いやーね、なんか何もした準備も何もしてないからさ、私いつも、まあ、夜帰ってくるじゃん。そうだからなんせ工程が多くて大変でした。うん、タルタル作ってお肉あげて、うん、甘酢絡めてね、副菜作ってってね。はよコーヒーがうまい。お洋服決めてない、どうしようかな。でも最近なんかちょっと可愛い系統が多かったので、うん、でもねやっぱりスカート可愛いんだよね。そうデニムもいいんだけど、乳液つけすぎた。今はね髪の毛がピンク色なのでピンクメイクをすることが多いです。多いですって、染めてからそんな経ってないのに。うん、でも髪の毛に合わせてピンク系が多いです。ピンク系かブラウンか、あんまり最近オレンジしてない。わかる？ピンキーね。乳液を買わなきゃいけないんです、イソフラボン詰め替えなきゃ。こういうのってね、ほんとなくなるギリギリまで買わないんだよね私。はよ買えよね。フラボンはねもうずっと使ってますね、 AKB の時から。乳液はイソフラボンです。乳液って何がいいか分かんなくてね、どれがいいのか。うん、よし、オッケー。そしたら下地、オンジョンヨさんの下地をちょっとね、肌のトーンを明るくするための下地をのっけます。
間違えた。私鏡だと思って携帯持ったんだけど。顔に気がついてる気がする。気のせい？はい、顔の血色をよく、そして明るく。見せるために私ね、お肌は3個重ねてますから、うん、この下地とあと普通のファン、あ、4つだ、コンシーラー回すと、うん、でコンシーラーして最後パウダーですね。はい、ツヤ肌を作ります。あ、鼻の皮むけてるわ、ここ。ねえ、なんか乾燥の季節だから鼻の皮がむけますね。嫌ですね、とっても。はい、それだけでなんかちょっとメイクする気がなくなりますね。ちょっとね、お肌のトーンが上がりました。眉毛はね、薄いけどあるよ、ちゃんとファンデね、ファンデも今アミューズさんですね。今日は土曜日です。忙しいのかな。うん、OK。最近チークするようになったって、いいことだよ。チークはね、いいですよ、可愛いですから。ほっぺの赤い女の子は可愛いです。赤くなくても可愛いじゃん。だから私ほんとメイクによって変えますし、はい、あ、昔はもう全然しなかった。うん、もともとどっちかって言ったら血色いい人なんで、顔とかも、うん、そうなんだけど、なんかね、塗り方によってやっぱりちょっと印象が違うんですよ。そう、ここのね、頬骨のところに入れたり、そう、を中心にな、このあたりに入れるとなんかまあやっぱりちょっと、なんだろう、可愛らしい感じではないんだよね。そう、でも私はあの、だいたいここの下に結構しっかりめに入れますし、そう、クマ隠しも兼ねて。私クマがね、ちょっと生まれつき結構濃くてですね、すごいでしょ。ファンデとかコンシーラーでもちょっと隠れないんですよね。うん、なんですけど、そう、ほっぺの赤い女の子は可愛いんです。うん、メイクによってだから変えます、色も。コンシーラー、コンシーラー乾い、ちょっと乾かしてなじませたらパウダーですね。こ
これが私のお肌です。熊取りしたいわ本当に。そう一回マジでしたいなと思って値段調べたら30万するんだよ。そう結構ねコンプレックスなんだよね熊は。あでも消えた消えた、ちょっといつもよりいい感じ。うん結構しっかりコンプレックスっていうね。薄いメイクだと特にコンシーラーなんかずっとねあんまり隠してこなかったんだけどさ、そう最近やっぱりちゃんとメイクするようになるとさすごい気になるようになっちゃって、あと涙袋かいたりするようになるとね、そうすごいうん気になるようになっちゃって、これがねそう頭から、そうこの前はね頭だったんですけど今日は目の下ですね。うん時間が経つとねまた出てきます、すぐ割とすぐ出てきますこのクマは、何をしても消えません。そう本当にクマ取りしたい、そうだから顔が死んでるとかって言われたりするんだよ。そうなんか眠たい疲れてるしね、なんかそう見えてもそうじゃない時ありますかね、まあもちろん疲れてる時もありますけど、そう結構ねだからクマがあるのとないのとじゃ印象がやっぱり全然違うもんだから、いや影になってるわけじゃないよ私、別へこんでないもんクマ。もちろんなんか人によってなんかクマどんな感じかは違うけど、別にへこんでるわけじゃないと、まあなんか何が原因でこうなるんかは知らんけど、まあ割と昔からあるので私は、うん物心ついた時からこういうもんだと思ってたんだけどね、なんかみんな見たらいや薄っすと思って、そうみんなクマ薄くない、あみんなそんな感じ、そんな薄いの、そうそんな感じです、これが普通だと思った違ったみたいです、私は多分濃いタイプの人間ですね。そこは何食べよう、最近ねお弁当を作り終わった後に朝ごはんを食べてたんだけど、そう今日は配信をしなきゃと思って時間がなかった。眉毛前までに茶色使ってたんですけどちょっとピンク目のを使ってます今、うん、髪の毛がピンキーなので、そう、それに合わせてね眉毛の色も変えます。私朝ごはんはご飯派です。私基本的にうちでパン置いてないからねあんまり、うん、常備しないので
ご飯しかないです、残念ながら。よし、オッケー、眉毛できた。眉毛やっぱりこっちだけ太いよね。あんまりこれ以上太くしたくないしな。うん、こっちだけ太く見えるよね。なんか普通に鏡で見るとね、そんなこともない気がすると思ったけど、ちょっと太い気がする。まあ、ああ、今日はね前髪で隠れるんで大丈夫です。はい、今日は前髪下ろします。多分。ノーズシャドウ、私はお鼻が低いので入れます。でもさ、なんかしっかりがっつり入れてさ、すごい馴染む人っているじゃん。いいな、私さ入れすぎるとさ、ん、鼻どうしたってなっちゃうんだよね。そう、あんまり羨ましいよな、鼻高い人っていいな。やっぱり鼻が低いです、うん、で鼻の下にね入れてあげて、そうでこうね、ちょっと高く見えるように三角形、逆三角形に入れてあげて、なんかね鼻の頭をちょっと丸で囲む感じで描いてあげて、でこの鼻筋にも薄くね入れてあげたら OK。 まあ、こうやって見るとあんまり分かんないよね、私そんな濃くないので。私鼻高くないよ。いやだ、こっちは別に低くないの、ここなの低いの。私そう、ここがね低いんです。こっちはねまあまあなんか高くもないけど低くもない。うん、骨が出てないんです全然。そして涙袋ですね。うっすら涙袋を描いた。涙袋はノーズシャドウとまゆ毛のペンシルで描いてます。誕生涙袋。
爆弾涙袋、まあこれもいずれ消えます。消えるもんばっかりじゃないかなと思う。でシャドウとハイライト入れます。顎にね、そう、輪郭をちょっと削ります。シャープになれと願いながら削ります。私はね、もともとちょっとここら辺がね、お肉つきやすいタイプの人間で、はい、で、割とがっつり、まあ、わからない程度に、はい、まあ、そんな変わりはありません。うん、そんな大きく変わるもんではないんだ。で、鼻の頭とこのね、鼻筋のところに高く見せるために、はい、ハイライトを入れます。まあ後でね、どうせラメをつけるので、そんなになんか、まあ入れても入れなくてもそんな変わんないんですけど、どうしよっかな。こちらキティちゃんパレット、ガバユイキティちゃんパレットです。よし、今日これなんかちょっとね、コーラルピンク目の、あ、やべやべやべ、粉取りすぎた、絶対こぼれるやつやで。薄い色からね、順に、入れてあげて、コーラルピンク、下もピンクを入れてあげます。うん、下もピンク入れてあげて、でまあ、最後に一番濃いめのピンクをのっけてあげる。なんかそんな分かんなくても、そしたらば、まあ、目の下にね、締めの色をちょっと茶色を目
の下にね入れてあげます。うん、あんまりね遠目で見てもわかんないんだけど、まあなんか私的に入れた方が漏れている気がする気がするだけかもしれないっていうまあものなんですけど、うん、今さ石灰ラインとか入れる人いるじゃん。そう、なんかそこまでじゃないけど、今ちょっと入れてって感じ。そういっぱい重ねるよ。そうで次あとラメね。ラメは大切、マジでラメ大切。ラメはね、あ、黒目の上あたりに、うん、入れてあげる。はいよ。そしたら、涙袋。よきよき。そしたらね、一応というか、私ねここにも入れます。ハイライト代わりですね、最近は。そう、ハイライト代わりにここにも真ん中のね目頭にもラメを入れてあげます。うん、今日はちょっと入れすぎましたが、まあ後で落ちるでしょう。そしたらまつげあげます。はい、まつげをあげますよ。大切なまつげさんです。本当にね、マジで最近まつげの大切さにすごく気づく。まだ大丈夫だよ。で、まつげの下地と束感出すっていう意味を込めて。
ホットビューラーでしょ、伝わってる。あ、これこれ入れるの忘れてた。いつもこういうの入れ忘れちゃう。めっちゃ可愛いし、これは基本的になんか入れっぱなしの方がいいみたいなね、この前ニュースで見て。そう、現の体質さ、本当に。あら、いってらっしゃい、気をつけて、そして楽しんで、いってらっしゃい。セアリンのイベント、これまで一旦下地なのでね。で、ホットビューラー、うん、お仕事いってらっしゃい、気をつけてね。お休みの方は休日楽しんで、お仕事の方はまあ無理せず、そしたらまあこのね、ちょっとホットビューラー温めている間にハイライトとかをねします。ハイライトもね大切なんですよ、とっても。ハイライトないとね、私のお鼻がね低いままなので。で、まあちょっとねえ見て、そうこれがさ崩れちゃったんだよね。なんかさ、この前蓋開けたらさ、なんか急にさボロって崩れてさ、ショッキングやった。そうで、ちょっとだけねピンク味を出してあげる。かわいい。これチークなんだけど、チークなんだけど、チークどれにしよっかな、今日これにしよう。これのちょっとあの薄い方、鼻の下にも入れてあげて、OK。そしたらまあちょっとね、ほっぺの高いところにこれを入れてあげます。まあこれじゃ、このハイライトじゃない時もあるんですけど、そう、こちらね、あのロム&の丸いやつの時もあるんですけど、今日はね。オッケー、そしたらオッケー、温まってます。
ブラウンのマスカラでしっかりこのね揚げたやつを最近タバ缶を作っているのでタバ缶を出してあげます。よき反対も同じです。くってあげてあげて、あげてあげたら塗ってキープ。あまりね、左はいつも綺麗な束感はできないんですけど、そう、まあ、まつげの特徴ですね。うん。OK、そしたら。下まつげも塗ってあげてますか。
朝ラジオ配信の時も化粧していること多いの。いや全然、そういう時は多分私寝っ転がってんだよね。寝っ転がって眠たいなってやってる。そう、起きなきゃいけない、でも眠たいみたいな、ね、そんな時多分。よき。オッケー、顔完成しました。まあ厳密に言うとまだ本当は完成ではないんですけど、口紅と、はい、カラコン入れてるので、はいよ。一応まあ完成っちゃ完成です。そしたら髪の毛直します、はい、今何時、あ、やべえ時間、普通に時間やべえ、ブラシ、ほら結構ピンクでしょ、こうやって見ると、うん、こう数日間色入れたっていうのもあるけど、うん、ピンクシャンプーね。ちょっと前髪を、前髪剪定、東京は暑いね。でも石川はね、もう22とか23くらいじゃないかな。でも雨降ってるから気温低いのかな。まあでも20度ちょいくらいですね、最近は。あ、22くらいですね。うん、22、23、24。うん、まあなんかそのくらいですね、最近は見てると。うん。でもね、なんか最高気温そんな、そんくらいって書いてあってもね、意外と暑いんですよね。うん、私パーカー、トレーナーとか着て仕事行くからさ、全然暑いよ、日中特に。建物の中だけど暑いなって思う時ある。うん、私そんな体温高い人、体温高いっていうか、どっちかってさ、まあ、寒がりの人なんで、まあ別に、あ、ちょっと暑いかなくらいですぐ終わるんだけど。30度予報すっごい、ね、なんかさ、もう秋じゃないじゃん、なんか、いや、まあ秋なんだけど、だっていまだに半袖の人とか見るじゃん。いや、半袖でいけるんだよ本当に。まあ夜は寒いかもしれんけど、日中全然半袖でもいけたりするんよね。うん、そう、結構だから本当本当にマジで半袖の人いるから、ね、いるよね。そう、そのくらいね、あったかいってことなんだよね。だってもう10月末に差し掛かろうとしてんだよ。
まあね、だと思ってると多分一気に気温下がったりするんだとは思うんだけど、昨日さ外歩いたらさ汗かいたもんね。汗かくんだと思ったよ私は。そうトレーナーで外歩いたら汗かいちゃった。はいよー、まあね、ちょっと時間がねピンチで超特急で髪の毛直します、直してます。なんかついついのんびりしちゃう。服も決めてないからね、服も決めなきゃ。今日まだ朝ごはん終わってないからご飯も食べなきゃだし。やること終わってない、弁当も終わってないよ今日。まだおかず詰めてない全部。そう冷ましてるから。朝からチキン南蛮なんか作るから。美味しいんだよチキン南蛮。大好きなんです。ただ下準備もせずに朝から全部一から作るっていうのはまあ時間かかるよねっていう。いやそれでも40分弱で終わったな、えらい。オッケー、治った。前髪がねいつもちょっとあれなんだけど、いてててて。一番手っ取り早いのはもうコンビニです。はい、コンビニです。作るんなら、いや作るのでもなんかこれっていうのないな、あんまり。うん、髪色今ねピンクなんです。ちょっとピンクに見えづらいけど赤っぽく見えるね、こうやって見ると。よし終わった。そしたらね今日はこれで配信終わります。作るときはね、なんか基本的になんかこれ一個決められないかも、難しいな。はい、それではランキングいきます。13位カエルピョコピョコムピョコピョコ、32位ホチトさん、11位カッパさん、10位ボヨヨン星人さん、9位西さん、8位ラブカーナさん、7位ナーニャカミヨシさん、6位タモちゃんさん、5位、ランタンさん、にゃいさるきち、3歳大丈夫博士さん、にアイスカフェさん、1位ケンイチさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ケンイチさん、アイスカフェさん、大丈夫博士さん、ケンセイマキシさん、さるきちさん、なにゃかみよしさんです。ありがとうございます。はい、ということで皆様本日も見に来てくださってありがとうございます。はいね、まあお仕事お出かけ学校などなどある方は気をつけて、そして体、まあ体調もね崩さないように、まあ気をつけて無理せず行ってきてください。はい、それではね今日も一日ほどほどに行きましょう。それではまた次回お会いしましょう。見に来てくれてありがとう朝からね。
ありがとうございます。皆様いってらっしゃい。気をつけて。ギフトが反映されてない。ゆうこさんありがとうございます。ありがとう。ファイティーン。など